電波の海のラジオガール、やさぐらおみちです。神様サミーです。そして今日はゲストに、滝沢翔さんを迎えてます。ありがとうございました。生放送終わりましたね。はい、終わってすぐ後でございます。はい、生歌も聴かせていただいて。そうだね。素晴らしかった。ちょっとこう、無理やり、ね、ラブサタにも連れ込んじゃいましたけど。もう、浅井さん、ぐいぐい行くなと。ぐいぐい行っちゃったもん。本性出ちゃいました。ジョーさん、どうでした今日、ラジオ。生放送最初はすごい緊張して、うん、緊張されてましたね、始まる前がそわそわして本番前2回もトイレ行ってましたから、ね、そうだったんですね喋、ね、り出したらすごいやっぱりさすがプロで、おしゃべりも上手で、ね、うん、お声もいいから聞いてらっしゃる方、うん、みんなラジオ向きの声ですねなんて、おっしゃってる方もツイッターで、うん、なのでもうブラサタファミリーはきっとね、何人かも上手にはね、なってると思います。本当に。はい。あ、そう、ジョーズっていうのは、滝沢ジョーさんのファンの名前で、ポーズが決まりました、先ほど。そうなんですよ。勝手に。なんか迷ってた。せーの。これです。これは、サメの、そうですね。ジョーズのね。ジョーズのね。はかめはめあるではございません。公式にしました、公式これを。悩んでたんですけど。後悔しないから大丈夫かな全然変えてもらって大丈夫ですそうそうそうです、そうです、もうブラッシュアップしていってどんどん、まあ、ちょっと、ね、ちょっと変えてきますね、はい、いいと思いますでも滝沢さんはねもうすごい大きな舞台でももう両国国技館でももうライブをするぐらいいろいろこうステップアップをされていって、うん、で今日もねラジオで生放送ね、はい、普段ラジオとかってあんまり出演して喋ったりとかすることもそんなに数なくて、人生でも本当に3、4回、5回とか、でもすごく高校生の時とか出たりで、本当に高校最近違うラジオ出たりとか、そうですね、高校 FM 豊橋っていうちょっと違う曲なんですけど、そういうコミュニティ FM ができたと、うん、もっとできた時の第2回か1回か3回ぐらいのゲストで、初生歌で最年少弾き語りが多分、わかんない、まだ記録を破られてるかわかんないですけど、最年少生歌弾き語りだったはずなんですよ。ずっと、そうなんですね。地元では。すごい。もう生歌もね、今日聴けまして。ねえ。すごいよかった。よかったです。もう、ちょっとね、私の、まあ、わがままって言っちゃったりなんですけど、私ブリージング好きなんですよ、はい、ちょっとだけちょっとだけあちょっとここでも、はいはいはい、聞かせていただいてもいいですかやりましょうか、すごいすごいぐいぐいいくね、まさか来るとは思わなかったですね、でもちょっとだけ聞きたいなと思ってわかりました、ブリージングいいですか、いいですよもうせっかくギターがあるから本当にすぐリクエストに答えてくださって本当に優しい、ありがとうございます、サメさんですサメさん初めてじゃないラブソタでこんな歌っていただくの、初めて、ね、じゃこれ初を嬉しい、大丈夫ですか、私どこにいた方が弾きやすいですか、いやもう後ろにとかちょっとさ、ここでも、ね、大丈夫ですか、できもできます、下がりましょう、私こそ下がりましょう、チューニングね、チューニングもう無茶振りっていうことが分かるでしょ、チューニングすらしてないんだから待って大丈夫、もう片付けようと思ってましたすいませんすごい貴重なギターなんですよ、これも素晴らしい、貴重ですよ、ね、なんか機嫌悪いそんな悪いんですね、そうなんですよ、なんかちょっと私が無茶振りしたからかな、大丈夫です。はい。じゃあ、ブリーズイングという曲を。はい。お願いします。はい。吐けばいい、僕でよ
ければ話を聞くから、自分の中の小さな光が消えそうな時もやめる理由を探さないで、答えはきっと見つからないから、描いた夢を離さないで、どんな道でも繋がっているから、僕は全然迷子じゃないよ、やりたいことが見つからないだけ、お金もなくて一人ぼっちで、潰れそうだとしても消える理由を探さないで、答えはきっと見つからないから、もらった愛を離さないで、ぐらいですかね。ほやほやなんですね。ほやほやです。まだ書いて1ヶ月も経ったか経ってないぐらいですかね。でもあの今日のメールでも、はい、この曲すごい好きって言ってるリスナーさんは、いらっしゃいましたよね。ね、あもう一緒と思いましたけど。今知りましたから僕もあのこの曲がそんなにみんなが好きだったと。本当ですか、うん、知らなかったですね。よかった、私もあの YouTube で見て。皆さんのアピールが届きました、うん、届きましたね、本当に、いや本当すごい、はい、すぐオクラに入れちゃうんだけども、これもぜひちょっと CD とかね、うん、やりたいですね、うん、配信とかもしてほしいなって思う、うんね、ちょっと話変わっちゃうんですけど、あの路上ダイブされてるじゃないですか、こうやってる時に嬉しかったこととかあります、うん、路上やってて嬉しかったことありますよ、あそういえばすごい方に遭遇してましたよね。ああそうだ、なんでしょう、路上ライブでゆうりさんに、ああそうです、ゆうりさん、はい、ゆうりさんに、ゆうりさんに去年、あれ去年、去年です、あれ偶然ですか、偶然、もうなんか仕組んでもないですよ、すごい、思ってる絶対、うん、ねえ、たまたま通りかかった、たまたま、しかもほんと下北でやったこともなかったんですけど、うん、たまたま僕が見たいアーティストが下北で路上やってて、うん、普通に見に行こうとしてたんですけど、で、まああのやりたくなっちゃって僕も見てたら、ね、聞きたいね、意味があるし、やろうかみたいな感じで、たまたまやった一曲のところにたまたまゆりさんに登場みたいな、すごい、だ絶対持ってる、立ち止まってくださったんですか、そうですね、僕最初はお兄さんありがとうございますみたいな、すごい感じ言ったら、なんかもうファンの方がいやあれゆりさんだよみたいな、すごい僕全然気づかなかった、もう普通になんか立ち止まってくれたお兄さんみたいな、すごいチラシ配りに行った記憶がある、いつも通りの幸運ね、でも気づいてないだけど、もしかしたら聞いてらっしゃる、あそういうね、路上でいるかもしれないよ、ね、ですよね、まあそれこそね、そういうなんかアーティストじゃない方でもね、一回いたんですよね、有名な、あそうなんですか、僕名前忘れちゃった、ちょっと申し訳ない、忘れちゃった、うん、結構テレビとか出られてる、なんか書道家さんが、書道家さん、まあ、買ってくれたんですよ、なんか書道やってるって言って、
後から知ったのはその人結構なんか有名だったみたいな、あの人じゃない、あの雲海さんじゃなくて雲海さんじゃないか、女の方でしたね、女性結構若くて、女性なんですね、ですね、あいやすごい、やっぱりそういう引き寄せる力はあるんだと思う、ね、いやっていうかだから作る曲にそれだけのパワーがあるってことだよ ね、 そうだね、呼び止める、うん、呼び止めるってだって結構すごいことじゃない、そうだよね、やっぱ魅力がないと止まらないもんね、うん、そうですね、うん、人が寄ってくるっていうことだよ ね、 ね、全然ダメな日はダメですけど、僕もやっぱり、うん、生もの人間なんで、うんうんうん、その日のなんか心理的なコンディションが良くない時もあるじゃないですか、やっぱ、うんうんうん、それはもちろんね、はい、そうですよね、だからそういう時に楽しい歌を歌ってもやっぱり、うんうん、あ乗らない、乗らない、うん、逆に悲しい歌の方がグッと聞いたり、逆に感情入りすぎても良くない時もあって、うん、まあ確かに、ね、トゥーマッチだったりするんで、リスナーさんにとっては、うんうんうん、そこ難しいんですよ、本当音楽、特に日語りは全部出る、そうですね、うんうんうん、確かに日によって違う、だから毎回来るお客さんも、うん、毎回違うみたいな今日のそっかこれ本当にいいみたいな、あジョーさんは畑元博さんが日本人で唯一認めるシーンだ、認めるっていうかちょっと偉そうですけどに日本本当にずっと洋楽しか聴かずに、ね、もうずっと小さい頃から育ったのに、うんはいうん、唯一日本人でハマったのがやっぱ畑元博さんだったんですよ、何でも畑さんだけは日本人の中で、うん、僕の中でも別格の神で、神の神ですよ、息に、でも畑さんはそんな感じがするよね、うん、なんか本当にだから弾き語り、もともとずっとバンドの音とかが好きだったんですよ、うん、ロックとかなんですけど、やっぱあれの、うん、そうですね、なんか弾き語りのライブのなんか音源かなんか多分聞いて、うんうん、本当に小学校の高学年ぐらいですかね、もともと鱗って曲から入ったんですけど、名曲人気です、はい、そこから、うん、鱗がデビューでしたっけ、畑さんデビューシンクロ、あシンクロだ、ね、シンクロだ、そうで、そうでした、シンクロだ、ロコもねすごい名曲カバーされてますよね、なんか YouTube で、ロコやってます、すごい声がすごいちょっと似てるっていうか、やっぱ好きだとね似せちゃう、似ちゃうところもあるのかな、なんていうの、自分自然になっちゃうんだと思う、うん、すごく聴いてるからっていうのもあるのかなと思うけど、出し方とかが似てるのかもしれないですね、うん、でも雰囲気も、うん、なんとなくあります、うん、本当ですか、うん、あるから、そうあのさっきちょっとジョーさんにも言ったんですけど、はい、あのアーシャっていうアーティスト写真があるんですけど、ちょっとね畑さんっぽいのが一枚あるんですよ、なんかあのソファーに座って、ね、ギターこうやって持ってるの、なんか畑さんも同じようなのがあって、うん、いやあれなんか意識したんですかって聞いたら、実はそうじゃないんですよね、全然もう僕写真撮られるの慣れてないから分かんなかった本当にどうしたらいいですかみたいな、とりあえずカメラマンの方に今本当にうん、うん、こういう風にやってみたらみたいなとか、うんうん、こう話しながらやってたんですけど、うん、そのカメラマンの方が実は畑さん大ファンだったっていうすごいオチが後から知ったんですよね、確かなんか、そうなんですね、そうですね、ちょっとそう雰囲気が出る、皆さんちょっと見てみてください、似てるみたいですいやでも路上ライブだとあれですもんね、オリジナルの曲で全部やるんですもんね、うん、そうですね、もともとカバーも実は学生の頃とかやってたんですけど、うんうんはい、自己満足になっちゃうなと思って、うんうんうん、でやっぱりそのリクエスト答えてた時期もあったんですけど、うんはい、答えると一回、ま、僕も私もってなって、あ確かにそればっかになっちゃう、うんうん、結局リクエスト聞くお兄さん、歌がお兄さんになっちゃうんで、うん、それは違いますね、だからオリジナルバック歌ってるとリクエストされないし、うんまあ、されたら歌うんですけどちょっとだけ、うん、でもされることは減り、だしみんな分かってるんですよ、あこの方はリクエストしないくてもいいんだ、うん、っていう、なるほど、もうあそうだから私、はい、なんか路上っていうとその弾きじゃないけどでこうカバーで寄せてから、うんはい自分のみたいな人が多いイメージがあって、で、うんうん、リクエスト答えますよみたいな方がいる中で、うんうんうん、オリジナルの曲だけで勝負してるってすごいなって本当に思ってて、うん、そう、それをちょっと聞きたかったの、ずっと、あなるほどね、そうそう、すごいなと思って、うん、でも今日のレレビーはすごい良かった、洋楽とかはもう本当にはい、ビートルズ最高でしたね、まあ、ラジオはね、たくさんの方も聞いてくださるので、うんうん、まずジョーさんの良さを、声の良さと、うん
音の良さを知っていただきたくて、そこからのね、うん、こうジョーさんの曲っていうのがまた良くて、ね、ぐんと来ました。でなんかちょっとこう似たような感じのこう なんて言うんだろう、まあ、素直になれっていう意味で言うと、うん、レビューからの素直になれっていうのがすごかった、また良かったですね。そういう曲が好きなんだし、多分自分もそういうことを考えてるからそういう曲に刺さってくるんだろうなって。確かに、レディビーも聞いた時すごくじんわり、うん、まあ、英語とか当時本当中学とか小学校の時とか分かってなかったと思うんですよ、うん、あんまり本当に。だからでもなんかレディビーってこう多分その歌詞カードについてて、うん、多分和訳がついてる CD の歌詞カードだったんで、はいはい、昔はそうだったよね、はい、分厚いやつ、分厚いやつ、そう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 、それも読み込んでぐちゃぐちゃになるまで、分かる分かる、もういつもこうやって解説まで読んじゃった、そうそうそう、このアーティストがあれなんだとか言うよね、あるあるある。びっくりしたの、そのポールって結構なんか初期の頃は結構シャウト系で歌ってるのに、うん、後期のガレットってすごく柔らかく歌う。でこれポールが歌ってるって思わなかったんですよ。あ、誰が歌ってんのこのレッドイット、でポールなんだと思って、あ、ポールすげえって思って、そこでポールにドハマりですよ。あ、そうなんですね。あの器用さというか、うん、何でもできちゃう、何でも自分でやっちゃう、うん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 、七変化なところが、もうなんかみんな天才ですもんね、ビートルズが。いや本当に、まあ、それはギクシャクするよ。そうですよ、ね、天才同士が集まってるから、それはもうって感じだよ ね、バンドって大変だなって思う、ね、でもそう思うとやっぱりソロだと気楽さもありますか、やっぱり、まあ、気楽っていうか本当に余計なこと考えなくていいっていうか、僕前バンドリーダーっていうか、あ、リーダーだったんですね、全部自分でやってたんですよ、編曲、作曲作詞、うわ大変、僕が引っ張ってるわけじゃないんですけど、うん、ついてこい的なバンドだったんで、うんうんうん、あんまりやれ曲も作れなかった、うん、結局本当に自分がやったり、まあ、ワンオペじゃないですけど、ワンオペですよね、うんうんうん、本当素晴らしいメンバーだったんですけど、やっぱり、練習不足だなとか、うんうん、言わないとなとかいろいろ考えたりとか、うんうん、メンバー最近ちょっとこいつやる気ないのかなとか、なんかそういうのストレスだよね、考えちゃうと結局あんま集中できないんですけど、今は本当に自分との向き合いだから、悪かダメなライブしたら自分が全部受け入れたし、確かにいいライブしたら全部自分だし、良くも悪くも、だから今ソロって自分に合ってたんだなって、そうなんですね。でも経験しないとそれも分かんなかったですもんね。そうだね、ステップをねやっぱちゃんと踏んでいければ、うん、もうこれからすごい楽しみ、なんかジョーさんの活躍がもう目に見えるような気がします。私は、ね、もうブラサタなんて忘れられちゃうかもしれない、うん、絶対来てくださいね、売れてももういっぱい出させてください、もうぜひ遊びに来てください、リリースのために来てくださいね。いやでもマジは本当に楽しいですよかった、はい、ありがとうございます。ちょっと限られた時間なんでね、なかなかこうずっと喋りっぱなしっていうのにいかないので、ね、ちょっとね、まあ、難しいとこもあるんですけど、すごいなんか時間があるのは緊張するって言って、そうでもねすごい気にしてくださって、うん、時間のことも本当にすごくドキドキしましたね、37分になったりとか、そうそうそう、全然気にしなくていいのに私たちが始まるから、そう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 今日ちょっとあのラブサタテにメッセージ、はい、相談が届いていて、はい、ちょっとジョーさんもよかったら一緒に考えていただいてもいいですか。いやもうありがとうございます。楽しいですから。ありがとうございます。じゃあ、ラジオネーム、はい、お米モームさん、ありがとうございます。ボリューム548にて、はい、元カノの産休によるメンタルショックについて相談したお米ファームと申します。うん、あの元カノが、はいはいはい、あのもう結婚されて、うん、しかもあの子供ができたっていうのを聞いて、もう別れてから経ってたけど、ちょっとショックだったっていう、はい、昔付き合った人が結婚してそうそうそうっていうお話だったんですね。はいはい、動画でおすすめいただいたバーにはなんやかんや結局行けずじまいでしたが、あ、そうなんだお二人の言葉通り時間が心を癒してくれました。うん、今回メールしたのは新たな恋の相談です。あれから1年何事もなく過ごしていたのですが、4月に同じチームに移動してきた女性、まあ、後輩の方なんですが、うんうんうん、が最近気になっています。
きっかけは趣味、国内旅行が同じということで、うん、趣味のことを話すようになりました。そして気づけば好きな人になっていました、うん、お昼戻りや就業後にするちょっとしたおしゃべりがとても楽しいのですが、まだ連絡先交換はできていません。なるほど。どういうきっかけ、タイミングで連絡先を交換したらいいでしょうか。女性目線でのアドバイスお願いできればと思います、うん、ということで、うん、女性目線ですもんね。いやでも女性だけじゃなく、うん、男性もどういうタイミングでっていう、うんうん、例えばジョーさんがもし今こういう状態だったらどうされてます、はいはい、うん、まあそうですね、確かに話しかけたりする、こう連絡先聞くってすごい勇気がいるし、ね、はい、今日聞こうって思ってても、うんうんうん、頭の中で考えても結局ここまで来て言えない。確かにね、すごい分かってるけどね。向こうから聞いてもらうのが一番楽なんですけど、なかなか女の子の方からアクション起こす方も少ないですから。いや最近そんなことない。最近はそうですけど、うん、でもまだやっぱ、まあね、うん、言われた方が嬉しいしね、嬉しい、女性はね、うん、その連絡先のあれにもよりますよね。なんか僕だったらインスタとかのが気軽に交換できます。あー、なるほどね。そうか、あ、そうかそうか、いきなり LINE とかじゃなくて、うん、そう、 LINE ちょっと重いかな、ね、あ、なるほど、インスタか。で DM しながら仲良くなって、うん、でこうデート重ねてたら、うん、なんか気がする LINE とか言われたら言われて、でもデートするんだったらきっと LINE 交換しますよね。あ、まあ、あ、でもその過程で多分交換できる気がする。まずインスタとかの方が抵抗ないっていう、うんうん、多分、なるほど、女性多いんじゃないですかね、なんか、うんうん、そんな気がしますね。うん、なるほどね。なるほど。そっか、 SNS でもいろいろあるから、うん、別に一つに絞らなくてもよくて、Facebook とかでもいいし、Facebook でもいいし、Twitter とかでもいいし、Twitter でもいいし、確かにね、うん、こうチャットができれば、うんうん、確かに重くないかも。インスタやってるとかだったら、うん、でも SNS やってるみたいな、うん、まあ、それも勇気いるんですけどね。SNS やってる、うんうん、そうね、でも旅行の話してて、うん、ほら。旅行のとかよく調べるの、インスタとか見るんだみたいな話からも行けたりもするじゃん、うんうんうん、意外と皆さん、そうだね、あの、うん、ね、インスタからなんかいろんなもの見てらっしゃる方も多いから、うん、旅行の話のついでにちょっとしてみるとか、うん、まあ、ただお米ファームさんが何をやってるかにもよるよね。インスタ、うん、とか SNS をさ、うん、やってない恐れもある、可能性もあるもんね。そうだよね、ラジオ聞いてって方も、まあなんか私はですよ、はい、私はなんか結構こうまどろっこしいことは好きじゃないので、チェックで聞いてほしいですか、はい、もう分かりやすい方がいいの、女性は絶対分かりやすい方がいいと思う。まあね、うん、あの遠回しに来るともう遠回しに来たみたいなって感じ取ってるからね。そう、感じ取ると逆にちょっと恥ずかしくなったりして、なんかなんだろう、この周りくどいのがイライラする時もあるじゃん、うんうん、なんか分かんないよ、相手の女性どうか分かんないけど、うん、聞いてほしいと思ってるかもしれない。 1% あると思う、うん、その可能性があるなら聞いちゃった方がいい気がする。でもだってこんな喋ってるんだったら全然、うんうん、ね、そうなの、嫌な思いはされない、うん、このなんか流れとかで、うん、あ、で今度ちょっとなんかいろいろ話したいからお茶しませんかとか、うん、で、あ、それでもいいかもですね。そう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 、そこで交換みたいな、そうそうそう、交換とか、そっちもやりやすいですね、なんか職場でやるよりちょっとランチ行こうみたいな、うん、そう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 、なんか、ね、あ、確かに、あ、それいいですね、うん、その方がいい気がするな。ね、もし恋愛に発展させたいなら遠回しあんまりしない方がいいと私は思います。そうね、時間かけすぎるとまた、そう、そうなのよ、ね、どうですか。どうなんだろうな。どっちのタイプですか。そう、相手の女性によりますね、うん、あ、そうですか。結構なんか本当に例えばなあ、ストレートな、まあ、基本ストレートです、うん、僕は本当に、うんうん、多分曲にも出てるんですけど、うんうん、確かに、うん、でもあ、でもずっとゴリ押しかな、僕はね。かん、うん、ゴリ押し結構、いやでもいいと思う、多少強引かもしれないです、僕も本当もう好きだよみたいな、うん、あ、いいと思う、なんか全面出しちゃって、うん、でもどうしてもダメだったらちょっと考えますけど、うんうん、あ、とりあえず押して押して、うん、ダメでも押す、押す素晴らしい、はい、押して押してダメでも押す、いいですね、それでもダメならもう一回押してちょっと考える。私 の、 あの男友達は、はい、3回告白してダメだったら諦めるって言ってました。あ、3回で1回じゃ諦めないです、うん、1回はもう
入り口にスタートに立ったっていう感じ。そうね、相手も気になるしね。そう言われたらね。そう3回答えたらさすがにちょっとやっぱり迷惑かなと思ってこあの諦めるけど3回は行くって言ってました。それは自分のルールで決めてるって言ってた。だから本当にここから先に進みたいって思っているなら、うんうん、もうストレートに行っちゃってもいいかもしれない。私はね、そうなんですよね。それでだってさ、あちょっとって言われたら、うん、そうそうそう、あれ、うん、ちょっと今は違うかなって、うん、そうだからタイミング、タイミングですね、うん、見れたりもするし、見れたりするからだもしかしたらその女性奥手だったら、うん、なんかそこであって戸惑ったりしたら、うん、もうちょっと趣味の話してみるとか、うんうん、あの会社で、うんね、とかちょっと今休憩行かないとか、うん、あなんかコーヒー買ってきたよとか、うん、なんかそれいいと思います。嬉しいよね差し入れ、うん、嬉しい絶対嬉しい、うん、あそう差し入れといえば差し入れいただきましたありがとうございます。ありがとうございます。すごいこんなずっと映ってんのに何これって差し入れいただきましたジョーさん、ありがとうございます。ご視聴おめでとうございますっていうね、ありがとうございます、はい、こんな素敵な、ね、はい、すごいこんなそんな流れからもう食べたいですもんね。食べたいですよ ね、 ね、これゼリーかな、ゼリーです、ね、ゼリー美味しそう、ありがとうございます。いやすいません急にね、そうなんですよ、なんかこんなご質問にも答えていただいて、ね、楽しいですね本当。結構インスタライブとか、はい、あのやったりするんですよ、 TikTok ライブとか、はいはい、で歌ってると思いきや、うん、1時間2時間喋ってる、ずっと喋ってるんですよでこういうのなんか相談受けたり、あ、そうなんですか、なんかもうあとはなんか本当に話を聞いたりとか、うん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 、なんか気がついたらそっちの方が楽しくてみたいな、質問を受けた、だからラジオ向きなんだよ、そうな気がする、ね、時間が制限ないとやばくて、あ本当にもう 2,3 時間ずっと気がついたら喋ってる、誰かいた方がいいですねラジオやるんだったら、そうだね、仕切る人が一人一人だと多分大変なことになるタイムキーパーがいた方がいいかも、はい、曲かけらんなくなっちゃうね、ちょっとジョーさん時間がないのでもうっていうね、ずっと喋っていたいですが、ね、ちょっとラブサタにもね、はい、あの半ば強引に出ていただきましてブリジンを歌っていただいて、ね、本当にびっくりしたよ、そんなお願いしちゃうんだと思って、ごめんちょっと私の口が結構強引なので、本当にだって事前に知らされてもなかったので、そうなんですよ、ね、本当にそうちょっと言っちゃいました、ぶりにもかこれよく答えてくださって、そう今日しかもみんなチームホワイトなんですよ、しかも示し合うデニムなんですよねほら2人ともだってどんな光景とかないデニムばっかですもん、ね、いややっぱでも基本あれですよ、そうでも白がまた似合う、そしてうん素晴らしい、ね、余計なことしない方がいいかなと思って昔は柄物、本当は好きだったんで、本当は好きなんですけど、柄物とかあのガチャガチャしすぎも良くないかなと思って、なるほど、いろんな人に不評なんですよ、僕のファッションが、そうなんですか、もうあれ、柄のやつがですか、ダサいとやりすぎだと言われますって、そうなんだ、もう余計なことしないでおこうと、なるほどね、あ音楽活動とか歌に集中、はい、私柄に目がいっちゃったもったいないですもんね、すごいかっこいいの歌ってるのに、あるんですけどねクローゼットのそうなんだ、アロハのやつとかハワイから買ったやつとか、期待ですね、色が好き、もうカラフルのが好きで本当はもう実は私もそう、わかります、でも柄音柄とかなっちゃうとね、もうどこに目をごっちゃ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 、いや今日ありがとうございました、ありがとうございました、もう長尺本当にしていただいて全然大丈夫です、あのタイミングがあればぜひ遊びに来てください、ありがとうございました、なんか言いたいことありますか言いたいこと、そうですか、またあの呼んでいただけた時はぜひぜひ質問とかたくさん待ってますんで、はい、ぜひぜひ、はい、今日は滝沢ジョーさんでした。ありがとうございました。また来週、バイバーイ。